18日木曜日の全国の天気をお伝えします。西日本から中部では午前中上空高いところに雲が広がるものの、だんだんと日差しが優勢の天気となりそうです。一方で関東では雲が広がりやすく、沿岸部を中心ににわか雨の可能性があります。また北日本でも日差しが届きますが、だんだんと雲が優勢の空となりそうです。特に日本海側の地域では天気下り坂、昼以降は雨が降り出し、雨の強まりや雷雨、突風などにも注意が必要です。また風が強く、沿岸を中心に横殴りの雨にも気をつけください。沖縄では曇りのち雨のアイコン、すっきりしない天気で強まる雨や雷雨の可能性があります。日差しが乏しいエリアでは気温が上がりにくく、昼までも肌寒い体感となりますので、暖かい服装でお過ごしください。この先も最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースでご確認いただけます。